こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。スターホースポケット、届いてるよ。もうやる。で、じんちゃん行きましょう。この辺はいつも通り。もう一回。もう無理だな。全然ダメだ。今回の。クエスト達成！やったね！で、しっかりクエストをクリアしていきます。ねえねえ。今6月の一周ですね。宝塚か。目黒記念はなんとか実かろうじて1着を取りました。となるともう次は G1 宝塚記念ということになります。今486キロですね。残り37周ですからね。大根。お、嬉しいか。よしよし。ねえねえ。いい感じだね。醤油根性、人参。お、嬉しいか。よしよし。さあ、宝塚記念の週です。今週はレースがあるよ。状態今まだせそうな感じですね。元気だね。大根か。いい感じだね。大成功。何です？馬体重の挑戦をバッチリということで行ってみましょう。ジョッキーってどんな影響するんでしょうね。このゲーム騎乗するジョッキー、ウィニングポスト8だと結構ジョッキーゲーになってしまうんですよね。一番人気、一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。相手はなんとオペラ王です。さらにグラスワンダーもいますね。他丸がついてるのはない。黒三角なオースイブライトと名称王道です。なのでまあ待ちかねのクキタルやステイゴールドなどもいますが、事実上ですねテーマオペラ王とグラスワンダが怖いのではないかと思います。まあ、5.4 倍の 8.1 倍2桁台ですからね。グラス、これがグラスワンダ。さあテーマオペラ王ですね。こいつのテーマオペラ王がなんとも不気味だ。さあ行ってみましょう。前に行く前はサイレントハンター、サイレントハンターを逃げします。しかも1枠1番ですからね。なんと不気味な、不気味だっていうのがありますね。あとはジョービック番ですね。さあ、G1 宝塚記念阪神芝 2200m です。
打者に見せられて、ジュラン高須賀記念。阪神の舞台は初夏のスポットライトに浮かび上がり、扇子が揺れています。宝塚記念、いよいよスタートです。真っ青な緑の絨毯を踏んで12頭が飛び出しました。まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。グラスワンダー先行作、両ビッグバン外から行こうというところ。サイレントハンター、10番名称怒涛、5番待ち金金の星、ちょっと離れて4番ステイゴールドであります。そしてその外に6番カタノビッチ、ラスカル鈴鹿がその後ろ、12頭第1コーナー右にカーブを取ります。待ち金福来たる、外から1頭名称怒涛、そしてその後ろから AM オペラを、一番後ろに9番大隅ブライト。もう一度整理しましょうか。11番両ビッグバンがわずかにリードしています。そのうち1番サイレントハンター、この辺りちょっと離れている10番名称怒涛、8番グラスワンダー下がって4番手、その外5番待ち金金の星、差が開いて4番ステイゴールド、第3コーナーに向かいます。12頭外を通って肩のミッキー、その後ろでやりましょうか。ラスカル鈴鹿、そして内からは3番待ち金福来たる、その外に名称王道、それから AM オペラ王、そしてしんがりから9番大隅ブライトという展開です。11番両ビッグバンがわずかにリード、内を通りましてサイレントハンター、そして3番手に8番グラスワンダーであります。さあ問題は直線、問題は直線356メートルであります。先頭行く白い帽子はサイレントハンター、グラスワンダー先頭に立った、怖い馬が来た、6番カタノミッティーだ、ラスカル鈴鹿が差を詰めてきた、ラスカル鈴鹿外から飛んできた、怖い馬が来たぞ、捉えた、かわしたカタノミッティー、ここでは負けられない、宝塚の主役はカタノミッティー、宝塚の主役はカタノミッティーだ。まあラスカル鈴鹿ですかね、グラスワンダーが2着残って、オペラ王の前にラスカル鈴鹿ですね。しかし勝ったのは我がカタノミッディ。やったね。久しぶりに強いレースを見せてくれました。6番、2着、8番、3着、7番。勢いですね。勢いしてから調子がいい。以上のように確定しました。やったね。よっしゃーっていう感じ。いい感じだね。特別な会話、あ、メロン、メロンはやっときましょう。体重はバッチリだね。で、放牧っていう感じ。はい、何です。はい、3週ぐらい休みが必要ですね。これで6000枚突破いたしました。クエスト達成、やったね。はあ、ちょっと聞いてよ、これで馬体重はどれぐらいになったかな。どうかな、490キロ、ちょっと重いかな。はい、何です。ちなみにここで出せるレースって何かっていうと、ムーランド凱旋門賞は結構先、キングジョージが前の週だったんですね。とはいえ、あまりにも週が前のローテーションが厳しすぎます。はい、何です。キングジョージは4着ですからね、まあ、長く不調が続いてっていうところで、宝塚記念って初勝利ですね。2年連続2着だったんですが、3度目の正直で、これを取ることができました。おそらく次走、WBC ターフ、これが4回目のチャレンジになるかと思います。
で調教を積み重ねて正直を狙いたいと思います。今度は4度目の正直です。ぜひ応援よろしくお願いします。応援といえばチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。当ゲーム動画で行こうではですね、ライブ配信も行っております。ツイッターのフォローおよびチャンネル登録後ベルのマークが出てきます。そちらを押していただくどちらかの方法でですね、お知らせを届けますので、ライブ配信のお知らせ予告のお知らせ届けますので、よろしければ、ポチお願いいたします。はい、宝塚記念の勝利をお伝えしてお別れしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。